ミッテクはドイツの首都ベルリンの区である。区高度は01であり、人口は約38万人である。首都の中枢を担い、憲法機関のほとんどが立地する。区名のミッテは中間、中央という意味で、その名の通りベルリン市の中央部に位置する。2001年1月1日に旧ミッテクと旧ティアガルテン区、旧ベディング区が合併し、現在のミッテクが成立した。 旧東ベルリンと旧西ベルリンの境界を越えて合併したのは、本区とフリードリヒクロイツベルク区のみである。なお、ミッテといった場合、合併成立したトーク全体ではなく、今日のミッテ地区を指すことがほとんどである。トークの構成は以下の6地区である。トークの人口密度はほとんどの地区で比較的高く、ベルリン平均の約2倍である。例外は、ティヤガルテン地区で、 ベルリンの他の地区の約半分である。ハンザ地区はベルリンの全96地区で最小の面積である。2010年のミッテクの人口ピラミッド2019年6月30日時点の遠くの人口は384,172万4人である。面積は39.47 k 平方メートルであり、人口密度は9,733人 kmh である。 2012年12月31日時点の外国人の割合は28.2%である。一方、移民の背景を持つ住民は同日付で46.6%であった。これらの数値はベルリン全区で最高値である。失業率は2013年4月30日時点で14.1%である。2012年12月31日時点の区民。 平均年齢は39.1歳であった。ミッテクの区長は、シュテファン・フォンダ・セルである。2016年までの前区長クリスティアン・ハンケは、2006年に、スピードと左翼党と FDP の特殊共同体によって、セディ、また緑の党の対立候補を破って当選した。特殊共同体は、ベルリンの行政区では、連立を意味せず、案件ごとに会派を構成する。 区長2001年以降の区長は以下である。旧ッテクの区長は旧ッテクを参照。トークには国会議事堂をはじめ、ドイツ連邦議会、連邦参議院、連邦政府、またほぼすべての大使館が立地している。その他一例を下記に挙げる。トークにはこの他にも多くの歴史的名所がある。森外記念館トークの紋章は以下の3区の合併後。 紋章学者テオドア・ローレンツが考案した。今日の紋章は2001年10月9日にベルリン市政府から授与された。紋章記述、赤と銀で線上に6つに区切られた盾には金色の中央盾が置かれる。赤い爪と下の黒いクマが直立した金色の百合の王尺を手にしている。盾の上部には3つの塔がついた赤い城壁管があり、中ほどのものにはベルリンの紋章がつく。 赤と銀は歴史的に都市ベルリンを表す色であった。中央建てのベルリンの熊はベルリンの歴史的中心部である旧ミッテクを表し、また同様に盾の戦場の区割りは区が都市の中心部であることを意味している。小さな盾には王尺があるが、これはすでに泥ュタッとの紋章の中心建てにあったもので支配者の権力の象徴である。ベルリンの歴史的役割、 つまり、歴史を通じて幾度としと、また巨城が置かれたことを示している。城壁間は、ベルリン全区に共通のものである。ABC ベルリン州における2019年6月30日時点の登録人口、資料、ベルリンブランデンブルク統計局。AB、スタタスティシャーベレクト。 アインボネリネンウントアインボナーイムラントベルリン AM31 デトセンバー 2012AMT フュアスタタスティックベルリンブランデンブルグアブジェローハン AM19 ジュニ 2013RB ツラシグカッツアトラス RB ツラシグキトインベルリンとソロンウントクエトンインデアスタットウントインデンベザーキンアーカイブド2011年7月11日アットザウェイバックマシン ベルリーナーモーゲンポスト、アブジェローハン AM19、122013、スタタスティシャーベレクト、メルデレドリックレジストリエートアインウォナー、イムラントベルリンウェム31、デトセンバー2010、AMT フュアスタタスティックベルリン、ブランデンブルグ、アブジェローハン AM20、122013、方平再建、ホンベルリンベザーアックスワピン。ありがとうございます。